動画をご覧の皆さん、こんにちは。ボタホです。今日のレビューは、充電戦隊恐竜じゃ、充電流シリーズ03、アンキドンを紹介します。箱はこのようになっています。それでは早速箱の中を開けてみたいと思います。中には説明書と充電池とあと本体が入っています。アンキドンはステゴッチやドリケラと同じようなタイプの充電流です。充電池を装填してみたいと思います。完成です。このハンマーかわいいですね。こちらは購入時は別々にこのハンマーとアンキドンが入っていて、これを取り付けるんですけども、向きがこの状態です。こちらではありません。この状態でここをくっつけます。こちらの充電流03のアンキドンで充電流がもうすでに6体ということで、結構早いペースですよね。アンキドンを他の充電流と一緒に並べてみたいと思います。こうしてみるとなかなか壮観です。今後も充電流シリーズはどんどん増えていくとのことなんで、すごく楽しみですね。アンキドンはガブティラ、それからドリキラの3体と噛みつき合体することで恐竜人マッチョに合体します。ガブティラとドリキラの詳しいレビューはこちらのリンクからご覧になれます。まずガブティラとドリキラを合体準備状態にしたいと思います。アンキドンの変形のパターンはステゴッチやドリケラとほぼ同じです。完成しました。次にガブティラに充電池を読み込ませます。読み込ませる順番はアンキドン、それからドリケラ、そして最後にガブティラです。
恐竜人マッチョの完成です。アンキドンはこちらのデゴッチがあった方の腕の位置に合体させます。横から見るとこのようになっています。腕を通常の状態にしておくと、ハンマー、アンキドンのハンマーが少し地面につきますが、特に問題はありません。可動範囲ですが、通常の恐竜人と、もしくは恐竜人ウエスタンとほとんど変わりはありません。ハンマーがついてるんですが、特にギミックっていうのはないですね。あとは先ほど聞いていただいた合体時の音声ギミックが恐竜人マッチョのものになっているというところですかね。というわけで、今回のレビューいかがだったでしょうか。今後も充電戦隊恐竜ジャーのおもちゃレビューなどをしていきたいと思います。チャンネルのご登録などや、コメントいつもどうもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは、オタファでした。